どうもエルザです。それではプレイグテールイノセンスやっていきたいと思います。さあ続いてロドリックを失ってと、これはこれでユーゴもユーゴできそうよね。この年でだからね、どんどん覚醒してきてるね。まさかネズミがあんな綺麗に道を開けるとはね。じゃあお願いします。よし、とりあえず OK。 さあ準備してと。いやでもだいぶ来たね。なんだかんだ大事なのは石だね。あった、危な。意外とだねー。意外とバレたらダメか。結構隠密だね。まず一人。ダメ。わからん。このエイムの概念がわからんわ。あれはダメなの？まあとりあえず所定の位置行くまで待って、でそっから石を投げるって感じかな。次左、そうだね、マークしてオッケー。くっ、急にむずいよ。まあまず君倒して逃げる。とりあえず
はあ、そこもバレる。ここ投げて、でこっちも終わりと。タイミング次第やな、むずいな。あー、この辺りの火消してとかね、むずいって。一発目はあー、よしよし、行こう行こう。もうすぐ始まる。なんか嫌な予感がしますね。ん？あー、そういう感じですね。シュー、こうのこうを、さあ、いけいけ、待て、出待ちしろ、出待ちと思ったら、めんどくさいもの持ってますな。はい、あ、どうやろ、しれっと戻っていきやがったな。ここよし、 OK。意外とね、さあ、そしたらそろそろ親玉かな。Yes, the rats are here. Then let's go. Stay close to me. We're coming too. さあ、ビタリスを倒すと。はあ、ひどいことするなAngel,
そっちを操れるようになったのか。いや、火も関係ないね。十分な数のネズミを集めるとネズミの集合体を作れるようになったよ。おお、総裁か。集めて集めて頑張れ、ネズミちゃん。ゆっくりゆっくり。光が邪魔して、意外と使うのね。いやー、そうなるよね。はあ、そういう感じね。アイムスパーだって。危ない危ない危ない、よーし、危ない。まだ来てるね。で、これも消すと、なんかやばそう。で、まだ来るね。よし、これであと一つ。お、危ない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 。これで OK。さあ、あとは詰めるだけ。マミー、ヒューゴー、アミシャ、He must not abuse his power. We're going to get you out of there. We'll take care of it. おお、さすが。I am Unity!
of blood that connects all people. ええどういうことどういうこと。なんか、一応ネズミさんオッケーね。うわっとはっはそういうことね。ってことは、ネズミ倒れてきた後大変だろうから。で、ユーゴ、おー、そういうことね。さあ、頭を差し出せ。もう一発、よし。一発だけか、入るのは。え、同じパターンかな。あ、やべ、さらにでかくなってる。わかんねえ、タイミング。はあ。一回目終わって二回目から。優しいね。いや、違う。最初からか。ヒュードーン、はい、今頑張っておりますよ。あー、倒れたところにからネズミが出てる感じか。マキューラーにも効いてるんだ。はあ、やっと。で、なんかちょっと変だよ動き。うえ、ちょっと待ってね。そういう動きしてくんの。いや違う、これはあかん。いけいけいけ、やれやれ。ああ、そういうことね。織り交ぜてくるねー。これはこれは、いけ。ああ、場所次第か。マジ、これきついっすね。できるだけ横行こう。さ、逃げきれない。あー、むずい。回避行動は無理だね。よし、火取り直していきますか。だいぶだね。シュー。てか結構広く使えるね。これさ、ちなみに、あー効かないんだ。あ、じゃった。忘れてた。普通に忘れてた。さあ、マキューラにも効いてるぞ。
で、ここ投げておく。どうかな。中心に近寄ら、揺らせないでと。了解。で、僕が戻れなくなるっていうね。走れ走れ走れ、よしよし。ポジ取りやね、ポジ取り。で、走って、消して、行け。ネズミもやばいけどね、このおっさんもやべえのよね。マキューラが悲鳴を上げていると。やばい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 、あの今年ちょっとネズミ年だけど奮発しすぎてるんじゃない？やばいやばいやばい。マジか。やばいやばいやばい、これはやばい。ミスった感があるけど、まだ来る。やべ。と、あータイミングがちょっと悪かったね。もう一回か。やり方合ってたね。ヒュッと思わず変な声出るわ、もうそんな。よし、いけいけいけ、よし。やばいっす。よし、オッケー。で、あと1回来るのよ。いけいけ、間に合う？さあ、とどめ。チャプター17、互いのために。いや、でもさ、ユーゴのそう、血の結束だから血のつながりがあるわけなんだけど、なんかちょっと最後意味深っぽかったよね。あれ、もしかしてユーゴ大丈夫か？まさかここに来てっていうのもあるんだけど、いやー、どうかなー。お、3日後。あー、よかったね、ユーゴいるね。 All right, let's go. Have you got everything? Yes, that's all Lucas asked for. あ、ルカとベアトリスもいるみたいだね。 She will be all right, Hugo. Mommy is tough, isn't she? Just like you. That's right. I can't wait for us to find a new castle. Well,
You've got the taste of a king now. We'll see what we can do. We have to leave the region first. そうだね。ある意味、あれだね。賞金首的な感じになってるはずなんだよね。こんだけのことしたらね。まあ、顔もバレてるだろうし、この時代だったら。ネズミの座ってるからか。まあまあまあ、得意だけどね。おいおい。6発でね。仕方ないな。これとこれ6発でしょ。あとどこある？あったあった。いやらしいところ。あ、しくったね。当てたかったな。納得いかん。Hey, today we're celebrating the third day without rats. There's a little fair down the street. Go take a look. A fair? A real fair? I've never seen a fair before. Hugo, Lucas is waiting for us. We should be getting back. But it's a fair. Come on. Hugo. Alright. あら、相変わらずだね。そうか、あの後ネズミがもういないのか。疫病の方もどうなったんだろうね。あら、あの少年は？あ、やっぱそういう感じか。偉い人はこの辺で子供と姉を探しているんだ。あー、やっぱりね。やっぱ、指名手配的な感じか。まあでも、安息の地探してそこでっていう感じもするけどね。Hey, Hugo. What? The first one to arrive at the cart wins 20 apples. 20 apples? You'll never beat me. Right, Slug? What? You'll see. Oh, yeah? Then on three. One, two, three! あ、ずるい。待って待って。いやー、今までにない光景だね。リンゴ20個でそんな食うのかな。あ、ちゃんとお母さんも大丈夫そうだね。Because she doesn't like me anymore. Hugo, she had other things to do. That's not true, but it doesn't matter. Is she going to sleep much longer? She has to get her strength back. With the herbs you bought, she'll soon be back on her feet. All right.あ、メリーは残ってるのか。あー、ユーゴの力が怖くなったっていうのはあるかもね。あれだけ見たらね。Hey, Hugo. What? Do you think I'm pretty? You're ugly. ブスって。You look like a big fat fly. A fly? Your own sister? Oh, such a slur requires punishment. Lucas! Hey! Help! The fly's attacking me!
はい、ということで、今回でプレイグテールイノセンス、は終了となります。で、実際そのこのゲーム自体やり込みが多いんで、1周目でどうこうというよりかは2周3周というふうに繰り返して、いくようなゲームとなってます。こんな感じでね、チャプターで返せるんで、収集品とかね、あるので、ここら辺も意外とこの辺りあったんだっていう感じなんだよね、やっててね。体感試験もやっぱあったんだね。なので、まあ、やり込み要素も多いので、ぜひやってみてもいいんじゃないかなと思います。いやー、最後良かったね。まあ、ただ、やっぱり指名手配的な感じだし、情報が多分国に漏れてるだろうから、追いかけられることにはなるんだろうけどね。ということで、動画を見てる方、ここまでとなります。そうですね。次回また違うゲームやっていきたいと思いますので、そちらも楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、また。